はい。皆さん、こんにちは。渡辺美です。では、今回はアートバイアンを現代モスプレ、日本、向き合っていきたいと思います。で、時間は全然進めてないんですが、最後ね、前回、ちょうど、フィリピンへの開戦の理由付けが終わりましたというところで、今ちょうど画面に出ていると思うんですが、いつでもこれでフィリピンに対して開戦可能な状態になりました。とはいえ、まだ戦力が整っていないので、今すぐね、フィリピンへ侵攻するっていうのを考えてはいないんですが、その気になればいつでもフィリピンへの侵攻が可能な状態になったというところはあります。では、早速続きをプレイしていきましょう。まずはですね、軍を動かしていきましょう。歩兵大隊の1と、この自動車化大隊1、戦車大隊、これ1個すらしか入ってないんですが、これは、フィリピン侵攻のための軍になりますので、これはしっかりと移動させていきたいなというふうに思います。で、前線である沖縄に移動させるかどうかというところなんですけど、前線になる基地ね、前線基地になるであろう沖縄に移動するかどうかなんですが、どうなんでしょうね。あえて、輸送までして動かす必要があるかというと、今時点ではないのかな。開戦したときに直接フィリピンに対して強襲上陸をかければいいかなと思うので、そうなると制海権が取れているマップを見ておけば、フィリピン近海は全て取ってるでいいのかな。大丈夫そうですね。じゃあ時間を進めていきます。で、海軍の状態なんですが、第一艦隊の方は、ミサイル巡洋艦が入ってるね。おお、そういう話をしてたら、F-22、アルチロール機が研究が進みましたので、これ、第5世代まで進んじゃう？アップグレードするかどうか検討しましょう。2016年か、116日、これ入れていきましょう。で、海軍の方に戻ります。その前に、刷新しましょこれで、研究が終わった第5世代のマルチロール機に進みますね。豪華旧式装備何作ってんの？全部進めたんじゃなかったっけ？コルベットも進んでいる。第5世代のマルチロール機まで進んでいる。なので、時間を進めたら多分消えますね。あ、消えました。はい。じゃあ、海軍の編成見ていきます。第1艦隊だよね。第1艦隊。日本第1艦隊に入っている駆逐艦潜水艦。これは、しばらくの間このまま放置して、開戦の直前にもう一度再編しますか？結局、デフォルトで入っちゃうところに入っちゃっているので、艦隊がね。今で言うと、潜水艦隊1、2と、あとは普通の艦隊1、2、3、4、5ってあるんですが、それとは別に普通に建造が終わった船が、日本第一艦隊にこの後続々と入ってくるはずなんで、この日本第一艦隊は、テンポラリー的にそのまま置いておきます。で、開戦の直前に艦隊の1から5までそれぞれ割り振っていきましょう。特にミサイル巡洋艦、これ多分ね、1隻しかないと思うんですが、このミサイル巡洋艦がね、今の日本海軍の中では最も大きな艦種になるんで、これを主艦にせざるを得ないかなっていうところですね、今のところ。で、肝心の空母。まあ、まだまだ出来上がるのに時間がかかっちゃうという状況です。1.43年後なんで、1年半後ですね、ほぼ。で、ミサイル巡洋艦は年に1.5隻。駆逐艦も年に1.5隻。潜水艦は年に2隻。コルベットはどうなってんだっけ？コ
コルベットは年に4隻か。まあ、コルベットがこの後増えてくるのかなっていう感じですかね、そうすると。じゃあ、海軍系のものをちょっと、ここで、政治指導者雇っていきましょう。政治顧問から。まあ、海軍の産業化、これ一番、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいんですけど、これどうなんだろうね。造船所の建設速度が30%上がる。これは嬉しいんだけど、なんか直接的にもっとメリットがすぐに得られるようなものが欲しいよな。まあ、ただ、その後、海軍戦力を増強していくと考えると、まあ、海軍の産業化を入れて、今建設している、この海軍の造船所ですね。これ、もうちょっと早めてもらうっていう形にする？あとは、海軍基地だよね。まあ、あんまりバシバシやっていても今度、民間工場が足りなくなっちゃいますからね。バランスがちょっと難しいかな、というところ。ようやくね、花粉が終わったんですけど、まだね、ちょっと鼻がムズムズしていて、聞き苦しい点もあるかなと思うんですが。じゃあ続いて、研究枠使っていきましょう。今ここまで入れましたね。改良型 3D 製造機まで入れたので、次に進めていくのをどこにするかなんですが、どうしようかな。人工油田系にするか。製鉄所。残留線。まあ、いらないんだよな。となると、工業系？ロケット技術か。対空砲の改良にする？そしたら。まあ一応ここ、砲兵いっぱい入れてますからね。それにしてもちょっとあれですよね。数が足りないですよね、師団数が。日本の本土防衛に回す戦力がほとんどなくなっちゃうな。まあ、フィリピンとの1対1の殴り合い、戦争であれば、あまり考慮する必要もないのかなとは思うんですけど、多国籍対多国籍の戦いになった時に、果たして、日本の本土防衛のために軍を残さなくていいのか、あとは日本の近海に海軍戦でも残しておかなくていいのかっていうのは、ちょっと要検討ですね。
そしたら、沖縄に空軍基地ができているので、空軍の配備を行っていきましょう。ちょっと待ってね。目論みがだいぶ変わっちゃったな。基地を作りたかったのは、この沖縄の南側だったんですが、普通にここが増強された形だな。沖縄の基地レベルが3から4に上がったというだけ。やられたな、これは。どうしようかな。そうなるとだ。目論みでは沖縄の南端に基地が作れれば、沖縄の南端からだったらフィリピンのマニラまで航空機の航続距離が入ってくるなという算段で沖縄に航空基地を建設したんですが、これを見る限りだとそうはいかないですね。やっぱり空母の建設、建造か。もう急がせる必要があるなぁ。建設のところで言うと、その関係上、空母を作れる余剰を用意しておかなきゃいけないかな。なんで、海戦は空母の建造が終わってからにしましょうか。まあ、空母一隻だけでもね、持ってるのと持ってないのでだいぶ違うはずなので。今、いわゆる空母を持っている国、海軍の戦力として空母を持っている国って、数で言うと、もう数えるほどしかない。ですからね。まあ、もちろん、アメリカは、空母多数持ってますけど、他は空母を持ってる国って言って、本当に数えるほどしかなくて、きっと、まあアメリカは絶対持ってます。で、フランス、イギリスも空母は持ってますね、というところで、あとね、いわゆる正規空母と呼ばれるような空母、もう今は、第二次世界大戦に近くて軽空母とか、そういうくくりは多分ないのかなと思うんですけど、空母を持ってる国で言うと、まあ、日本はね、ヘリ空母って言われるものがありますが、その他で言うとフランスだったり、あとタイも持ってたかなと思いますけど、それに中国。まあ、それぐらいしか多分、空母らしい空母を持ってるところはないんじゃないかなと思うんですよね。あとブラジルも確かに空母持っていたかなと思うんですが、まあ、いずれにしても本当に数えるほどしかないので、その中に日本が加われば、まあ、空母を持ってるっていうだけで、だいぶ戦略の幅が広がるんじゃないかなとは思います。なので、まずフィリピン攻略のための空母建造を急ぎましょう。できれば空母2隻体制とかにはしたいんですけどね。まずは1隻。早いね、本当に。研究が終わるのか。そしたらちょっとここで一旦経路を変えて、強襲上陸の、パワーを上げるものを入れていきましょうか。まあ、揚陸艦もあったりすれば、だいぶ変わってはくるのかなとは思うんですが、強襲上陸の効率面が。
68日分で失われるって言われてちょっと考え物だったな、もう今更ですけど。間違えたぞ。駆逐艦を作っちゃったな。いや、バカやったな。完全に無駄になっちゃいましたね。コルベットを作りたかったんだ。いや、でもこれ、海軍の造船所の建設速度、だいぶ上がってるな。もう一個作れるようになってますね。これは、当然ながら、航空母艦のように、どかすか入れていきましょう。これで航空母艦が1年以内には建造できるので、1年以内の改戦が可能になりましたね。目標は年内の改戦だな。おー、オリンピックだなぁ。冬季オリンピック。まあ、ロシアの締め出しなんかはね、ニュースになったとは思いますけど。そしたら、北陸に配備している、国旗部隊ですね。これを、引っぺがしてしまいましょうか。待機済みには両方なってるので、これを配備から予備に戻したいので予備に戻していきましょう。予備の戻し方だけどどうするんだっけな。戻してもね、しばらく離れちゃうとあっという間に忘れちゃうっていうね、稼げないんでね。ちょっと待ってくださいね。ここは確認しておきましょう。ページを使っちゃいますか。そしたらちょっとね、ここで足踏みをしているのでちょっと分からない。先にページ何で出るかを決めてしまいましょう。そうするとだ、参謀とかを入れるかどうかになってくるな。海軍の参謀、艦隊決戦、これは攻撃がそれぞれ上がりますという感じですね。空母の艦載機は、どうなんだろうな、主級派。艦隊決戦か、空母艦載機か。まあ、ここは空母で行こう。この後空母でね、この国を成り立たせていこうとしてますからね。では、ここに戻ってた肝心の、解除の仕方が、忘れちゃったけど、ここゴミ袋でいいのかな。すべて予備に戻しますでいいね。はい。じゃあ、予備に戻しちゃいましょう。で、これらを沖縄に配備していこう。で、まあ、最終的には沖縄に配備していくんですが、一旦は、予備に戻しておいて、空母ができたときに空母に乗せて、残りを、沖縄と九州に集中的に配備していくっていう形にしましょうか。日本近海がね、全くって言っていいほど
艦隊を動かしていないので、まあ、それはそれで問題なんですが、フィリピンと先ほどもお話ししたと思うんですが、1対1で戦争する場合は、フィリピンの海軍が、この日本の制海権を突破してくるってことはないと思うので、まあ、とりあえずはこのままでいいかなと思います。じゃあ続いて、海上部隊の訓練の方に入れていきましょう。これでいよいよ持って、日本の未来まで近づいてきました。じゃあ続いて研究枠は空母作戦を入れていきます。まあ、フィリピンもね、戦力がゼロというわけでは当然ないですからね、海軍ね、戦力が。移動準備完了。まあ、空母の建造に着手はしましたからね。あとは、これをいかにガリガリ入れていくかっていうところになります。じゃあまた、造船所が増えましたので、これを保管に入れていきましょう。で、工場が増えた分、石油が足りなくなってますので、石油をサウジからまた買っていきましょう。はい。ではちょっとね、時間は短めですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回は、なんとか海戦までこぎつけられればいいかなというふうに思っています。そのためにはね、冒頭からお話しているように、航空母艦、空母の建造が終わることが第一条件になりますので、まあ、そこまでね、一気に進めていければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。お気づきの点とかアドバイスがあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。ツイッターは動画の、概要欄のところにリンクを貼ってありますので、そちらの方からぜひぜひ覗いていただければと思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。